皆さんこんにちは、松原仁です。今日はですね、コオロギ入りの10匹分のコオロギ入りのパウダーですね、コオロギを粉状にしたパウダーが入っている、これがお菓子です。この何の変哲もないお菓子ですが、これ10匹ですね、コオロギ10って書いてあります。これはコオロギ30匹分のパウダーが入っているこのお菓子です。30って書いてあります。両方ともあのパスコで有名な敷島製パンが作っているものです。で、なんでこういうものができるかと言いますと、人間がどんどん人間が増えていって、タンパク質の供給ができなくなる。今までは牛さんや豚さんでタンパク質を供給してましたが、これから昆虫さんで人間はタンパク質を供給しないと、地球における人間をタンパク質で養いきれないと、こういうことで、このコオロギですね、バッタでもいいですし、まあイナゴでもいいですし、まあコオロギですね、これコオロギのすりつぶしてタンパク質としてコオロギを食べようと、こういうことなんですね。で、これをこれから食してみようと思っております。それでは早速、この10匹のコオロギを粉状にしたパウダーが入っているこのクッキーと、30匹分のコオロギのパウダーが入っているこのクッキー、食べ比べてみたいと思っております。その結果を皆様にこの YouTube で報告をしたいと思っております。これで切って食べてみます。これ10匹分のコオロギですね。世紀の瞬間です。ちょっとね、匂いはクッキーですね、クッキー入ってますよね。匂いがいい感じですか。うん、デリシャスです。美味しい。全然コオロギ入ってるなんて感じませんね。10匹だとこんなもんなんですよ。これでどれぐらいのタンパク質が供給されるか、今度敷島製パンさんに聞いてみますが、これ美味しいですよ。美味しい。これはね、お菓子でスナックで食べれますね。30匹はちょっと違うのかもしれませんが、敷島製パンの人は10匹と30匹じゃ味が違うって言ってました。これ食べてみます。これ30匹ですね。似たようなもんですね。あの、人によってはこれ違うんだっていうのがあるんですが、いけますよ、案外。YouTube 的にはここでまずい顔した方がウケるって話があるんですが、実は美味しいですよ、これ。ちょっとコーヒーでベロを。ちょっとやっぱり濃厚な感じがしますね。これ10匹ですが、これ10匹ですよね。これ30匹の方が濃厚な味がしますが、これ大変美味しいものです。よく噛むとなんか、でもこれがコオロギのカーパウダーの粉だとは思いませんが、これはでもこれからの人間はこういった昆虫食を食べることになる。美味しいです。まあ、敷島製パンの方に聞いたら、これ、その辺にいるコオロギじゃないんですよ、残念ながら。その辺にいるコオロギは農薬とか食べちゃってるんで、若干良くないと。これはコオロギの養殖をしてる、そういった場所が東南アジアにあって、そこから入れてるコオロギなんですが、まあ、こうやって、うまい。ちょっと粒々が30匹のがあるような気もしますが、でも気にならないです。美味しいですね。両方ともうまいですよ。これ、ベリーグッドです。ぜひとも皆さんもこれから私と同じように、その、タンパク質は牛さんや豚さんじゃなくて、コオロギのタンパク質も大いに食べようでありませんか。今日は YouTube 前の皆様に、美味しかった。この30匹、10匹、美味しかった。
このことをご報告したいと思います。以上で終わります。